これが私が育てたホーム玉ねぎです。ちょっと収穫をしてみましょう。どうやったらいいかなちょっとここを切って、見てください。この根っこ、すごくないですかどうも、こんにちは。宮崎大介です。いつも私のチャンネルを見てくれてありがとうございます。さて、今回は野菜の袋栽培シリーズです。 今回育てた野菜はホーム玉ねぎです家庭菜園始めてみたいなぁと思っている方それから家庭菜園やっているんだけど、まあ、ちょっとね新しいことをやってみたいなとか他の人とはちょっと違うことを取り組んでみたいなとそういうふうに思っている人は是非最後まで見てください。でまずね簡単に袋栽培について説明すると、えー、まあその、ね、名前の通りです袋です袋野菜を育てるということですね。ねと えー、その袋をね別々に用意するっていう場合もありますし培養土が入っているあの袋あの袋をそのまま野菜栽培に使うっていう場合もありますで、過去にね紹介した方法だと例えばナスとかズッキーニ、ミニトマト、唐辛子ここら辺はね動画で紹介しましたすいませんちょっと話が長くなったんですが次はホーム玉ねぎについてちょっと簡単に説明させてください ホーム玉ねぎって何なのっていう方もいると思うんですけれども、まあ、普通の玉ねぎって玉ねぎの種から苗を作ってそれを畑とかプランターとかに植えて育てるっていうのが一般的ですでホーム玉ねぎっていうのは種ではなくて小さい玉ねぎの結球を使って育てるんですねじゃあでそういうことをするのかっていうと種から苗を作って育てるとどうしても期間が長くなるんですが。 ホーム玉ねぎは結球を植えてそれが大きくなったらもうすぐに収穫ができるので収穫期間が短いという特徴があります私は昨年の9月ぐらいだったかなホーム玉ねぎの種を植えましたもうちょっといい加減収穫しようということで今日ね収穫しますでそのねプランターと袋の玉ねぎの生育の違いをちょっとお見せしたいなと思いますでは行きましょう はいそれではもうドドーンといきなりね結果からお見せしますがこれが私が育てたホーム玉ねぎですでここにねあの植えた日付がちゃんと書いてありましたあ過去の俺偉いっていう感じですねこちらのプランターの方は9月12日に植えてますでこちらの袋の方が9月14日に植えてますまあ、2日違うんですけど、まあ、ほぼ 一緒って考えてもいいですよね。まあ、そんな感じです。9月中旬に植えて、えー、12月ぐらいにはね。もう収穫できそうだなと思ったんですけど、えー、実際に今収穫してるのは2月上旬です。はい、こんな感じになりました。じゃあちょっとね。近くで見てもらいましょう。はい、こちらがね。ミニプランターに植えたホーム玉ねぎです。ホーム玉ねぎ最初はね。すんごくちっちゃくて、ほんとこれぐらいのサイズしかなかったんですが。 どどーんとはいこんな風に大きく育ちましたと言ってもねまだあの血球の状態としてはあの小ぶりかなと思うんですがまあこれぐらいあのできれば十分かなという感じですで土は野菜栽培用の培養土を使っていてたまにねあの肥料を有機肥料とか化成肥料とかたまにやってましたもうあのすごいね 簡単な栽培ですね玉ねぎってやっぱり病気とか害虫とかもつきにくいですし育てやすい野菜だと思いますはいこんなふうにできました葉っぱも青々としていて元気ですよねあの寒さをね浴びてももう全然元気に育ってます私はねこれベランダで育ててますまあちゃんと光さえ当たればね大丈夫かなという感じです私は今関東に住んででいるのでまあ、寒さとして ではねあのそこまで厳しくないので、まあ、もしかしたら東北とか長野県北海道辺りの人だと寒さが厳しくてねちょっと育てるのは難しいかなと思うんですが関東より西の方だったらら比較的簡単に育てられると思いいますはい、美味しそうで,すよ、ね、この辺でしかもねこのホーム玉ねぎのいいところっていうのは9月に植えて、まあ、12月ぐらいには収穫ができるっていうのだけではなくてこのね葉っぱも食べれるんですよ。 あの普通の玉ねぎだと葉っぱってあんまり食べなくて普通にねここはもう刈り取ってえ玉をね乾燥させてこっちを食べるっていう感じなんですけれどもホーム玉ねぎの場合だったらもうねこの葉っぱとかも食べれるしこっちの実の方もねそんなに長期保存するというよりはもう取り立てをバクバク食べるみたいなねそんな感じがいいと思いますはいじゃあね次はこっちの袋栽培の方をご紹介したいと思いますこっちがね 今回は主役ですこっちはあくまでも比較用ですねまあ一般的にプランターでやったらこんな感じになるよっていう感じでちょっとすいません説明し忘れたんですがこのプランターの大きさは3 0ンチぐらいです3 0ンチぐらいのものに3株植えつけましたはいこんな感じでまあたいどれもあの元気に育ったかなと思いますまあプランターとかある人はもう全然このやり方でいいですね9月に植えて12月に収穫みたいな はい。で、こっちの袋栽培。これ、<laughs> わかりますなんか、見たことあるみたいな方もいるんじゃないでしょうか。はい。これはですね、ハイポネックスさんです。ハイポネックスって、液肥で有名な会社ですよね。あとは、えー、マガンプ K とか、リキダスとか、まあ、それが入ってるそうです。過去ね、私の動画でも、このリキダスとか、マガンプ K 紹介しましたね。 リキダスはあんまりしっかりは紹介してないんですけどまああの活力剤ですね肥料ではないんだけれどもなんだろう微量要素とかたっぷり入ってて、えー、なん人間でいうところの白米ではない肉でもないけどなんかサラダみたいなちょっとわかりにくいかなまあオレンジジュースみたいな感じ、まあ、サプリメントみたいななくても育つといえば育つけどあって た方が元気になる美味しくなるみたいなそういったものですでこのマガンプ系はすごくゆっくり効くタイプの肥料なんですよなのであの悪く言うと速効性がないのですぐに植物に肥料を吸わせたいって時はあんまり向かないんですけれども例えば1ヶ月とか3ヶ月とか半年とか1年とかゆっくり植物に肥料分を吸収してほしいとか まあ途中で追肥難回もやるのもめんどくさいんだよなっていう人におすすめな肥料ですね。これがマガンプ K です。で、まあ、それが入っているそうです。まあ、ハイポネックスさんの培養土ですね。これは野菜それからハーブ用っていうふうに書いてありますね。野菜とハーブの土です。土のプロが配合培養土みたいなことが書いてあります。これ2リットルですね。 2リットル。まあすごいちっちゃいですよね。まあ、2リットルっていうと、イチゴを育てる時の1株分ぐらいしかない。すごくあの小さい容器です。本当わかりますよね。私の手と比べてくれたら。まあ、ここが20センチぐらいかな。で、えっ、ー、と、長さが、えっ、ー、と、こっちのプランターと比べてもわかりますよね。30センチぐらいしかない。あの、本当に小さなものです。ホームセンターで売っている培養土の,あの一番ちっちゃいやつ。 なんかありますよね。ホームセンター行くとこういうちっちゃい培養土が並んでたりしますよね。これはあれですね。あの東京のオリンピックっていうホームセンターで買いました。東京に住んでいる時はね、そのオリンピックさんでよく培養土とか買わせていただいていたので、そのオリンピックさんだとこのハイポネックスの培養土いろんなシリーズ売ってて、 これは、えー、と野菜ハーブ用なんですが他にもいろいろ売ってたんですよいろんな種類なんか何々用何々用でこれは2リットルなんだけどもっと大きいサイズもあったりしてあなんかこれ良さそうだなと思って買いましたでそのねあの選んだ時のポイントっていうのは前ね別の動画でも説明したんですけどこのね袋の素材なんですよこの袋の素材が結構丈夫なやつじゃないとあのこういうね袋栽培の容器としては使えないんですね なんでかっていうと直射日光とか温度変化とかであのボロボロになってしまうのであんまりねあの薄っぺらい袋に入っている培養土だと良くないですなのでこういうね分厚そうな袋に入っている培養土が売っていたらそれをね是非使ってみてくださいそれでトマトとか唐辛子とかの栽培をした時にはこの袋のこの上の部分を切って縦に置いて植えたんですねで今回はこう わかかりますかね見ての通り横に使いました普通にねペターンって平らに袋を置いてそこに切れ目を入れてそこにホーム玉ねぎのちっちゃい粒を植えるそういうやり方をしましたでしかもねたくさん植えたんですよこのたった2リットルの袋に4株 植えました、まあ密食栽培みたいな狭いところにたくさん植えるっていう栽培とね言っていいんじゃないでしょうかこの栽培をしてまあねもう結果見えちゃってるんですけどいい感じですよねはいこんな風になんかもう袋を突き破ろうみたいなぐらいホーム玉ねぎがね膨らんできてますでこれは途中で追肥を何回か与えましたここのね隙間からえっ、ー、と化成肥料とか有機肥料 粉とか、あとはね、まあ、マガンプさんはこのねマガンプはちょっと追肥には向かないんですけれども、まあ、追肥に向いているタイプの化成肥料とかそれをねこの隙間から入れましたで今はもうここパンパンになっちゃってるんですけどもともとはすごいヒョローンってねしてて隙間がいくらでもあったのでそこからね、えー、と肥料を入れて追肥ができてましたで、ただねこの栽培一つね欠点がありまして何かというと まあこれ見ての通りもうパンパンになってるじゃないですか隙間がないですよね水がやれないんですよ水が入っていかないホースでジャーってかけてももうパツンパツンだから水はじいちゃってでこういったところももう全然穴開いてないから水が入っていかないんですよなので、まあ、しょうがないのでこういうところねあの隙間ちょっとブチブチってあの破ってこの隙間から水をあげたりとか まあ、もしくは普通に外に置いておいたら雨が降った時も、まあ、ここからだけ水が入るみたいな感じでなんか勝手に節水栽培というかちょっと水あんまりあげない栽培みたいな感じになってましたまあそれでもあの元気に育ってくれましたねでちゃんとあの水あげたいっていう人はもうちょっとここ開けるとか、まあ、ここら辺に切り口入れてそこからねホースで水あげるとかあのこういうね、まあ、隙間を狙ってあげるみたいな感じで あ,のあげればいいと思います、まあ、ただですね、まあ、今回私この栽培のポイントっていうのはやっぱりこのたった2リットルの袋だけでホーム玉で4玉できたっていうことだと思うんですよ、まあ、こっち見ていただくとまあまあまあな土の量ですよね高さもあるしで土とこの容器が必要で,で3玉しか植えられないと でもこっちはもっと少ない土の量でかつこのプランターを買う必要もなくて土だけ買ってただホーム玉ねぎ入れておくだけで4玉も取れるってこれすごくないですか ?2 リットルで4玉なので、まあ、もっと大きい袋だったらもっと何個も作れるわけですよだからホームセンターに行ってホーム玉ねぎの、えー、種というかあのこう小さい粒とこの培養土の袋だけ買ってくれば 野菜が育ててられるっていうすごいめんどくさがり屋な人とかなんか初めて野菜育てるみたいな人でもすぐ始められるっていう意味で私は本当に袋栽培の可能性を感じていますすいません説明が長くなったのでちょっと収穫をしてみましょうはいそれじゃあ収穫をやっていきましょうどうやったらいいかなちょっとここを切って。 はいおおこんな感じですはい見えるでしょうかはいはいこんな感じですすごいですねじゃちょっと抜けるかなお結構え根っことか見てみたいですねどうなってるんだろうおおすごいほら 見てください、この根っこ。すごくないですか袋の底にびっちり生えてますで。横から見るとこんな感じですね。これやっぱ袋の上の部分は全然根っこがないんですけど、この袋の底の部分にびっちり生えてます。やっぱね、ここに養分とか水分が溜まっていたからでしょうか。こんな感じです。もちろんね、袋の底に穴を開けるっていうのは やってました。はい。すごいなんかこの根っこも食べたいですよね。まあ食べても美味しくない気はするんですけど、なんかちょっとね食べてみたいなって思うような根っこです。どうしようこれ。まあここから取らなきゃねいけないんで。あ切っちゃうか。ちょっとカッターで切ります。はい。 じじゃじゃーん収穫できましたまあちょっとちっちゃいですねあのやっぱ4株も入れたのはちっちゃすぎた気はしてましたでもまあでもまあちっちゃいのでもたくさん取れても楽しいので、まあ、それはそれでありかなと思いますはいこんな感じですじゃあもう一個も取りますはい収穫できましたこれもね っちゃめなサイズですはい最後のやつもはい OK ですこれが一番ちっちゃいかな取れましたあとは、えー、とこの土はねまあ、ちょっとこの <laughs> この猫マジですごくない<笑>,笑えてきたすごいですね,、まあこのね まあ根っこはあのちょっとね取って植物残骸として捨てるかまあ積み上げてねコンポストみたいな感じでえ使うのがねいいかなと思いますもうすごいっすねこれなんか美味しそうじゃないですかこれ茹でたらなんかラーメンの代わりに <laughs> 麺になるみたいなねなんかそんな気がちょっとしますよねすごいです立派な根っこが生えてます なので、あの袋栽培でちょっと心配されるのはうまく育たないでしょ。みたいな袋のままだったら根っこがうまく育たないはずだ。みたいなことって結構あの思われるんですけど、まあ、意外ともうこんな感じでね。あの立派な根っこがもうガンガン生えます。はい。なので、まあそういった心配はないですで。ただこの袋ね。やっぱ耐久性とかがプランターと比べたら弱いので、何年も育て続けるっていうのはちょっと。 難しくてまあやっぱり半年とか1年とかそれぐらいで収穫がが終わる野菜が向いてますなんか例えばアスパラガスとか、えー、あとこんにゃくとかみょうがとかそういう、えー、何年も育てる植物っていうのはちょっとね袋栽培には向いいいてないかなかと思います,すごいっすねこの根っこの量 <laughs> もやしみたいな。 あとはね、この,あの培養土の再生の方法については別の動画で紹介してるのでね、ぜひそっちを見てください。ホームセンターで再生用の、えー、ものみたいな売ってるじゃないですか。あれを混ぜてもいいですし、まあ、あれの中身ってね、普通に完熟堆肥とか、えー、とバーク堆肥とか、まあ、あとは微生物資材とかなので、えー、もうね、自分でそういったものを購入して混ぜちゃうとか。 もみがらくんたん混ぜるとかパーライト混ぜるとかピートモス混ぜるとかあのそういったことでもいいと思いますはいじゃあまあこれもちょっと後で綺麗にします土をね土というかまあ根っこを取る作業ですねあんまりね土に根っこがね残ってるとよくないのでまあある程度取れる範囲でね取ってくださいただあの本当になんか一本一本取らなきゃいけないっていうわけではないので、まあ、大体取れればねあのそれで OK です はいあとねこの使い終わった袋はもうねゴミとして捨ててくださいえっ、ー、と9月から2月まで育てたので9、10、11、12、126ヶ月ね半年間、えー、ずっと屋外に置いておきました直射日光も当たるし温度もねマイナスになったりとか、えー、20度を超えるような時とかいろいろあったんですけれどももうあのちゃんとね持ってくれましたね耐久性は十分あったと思います あの今回はこのハイボネックスさんのこのね培地使ったんですけど、まあ、別にこの土じゃないといけないっていうことではないので他にもね野菜栽培用の培養土だったら大体何でもいいと思いますただあのね最初にも言った通りこのこの袋ねこれ何て言うんだろうこの白黒袋みたいなこのタイプの袋が私としてはすごいおすすめですはい収穫したホーム玉ねぎはこんな感じです葉っぱ 葉は青々としていて実は真っ白綺麗ですね、まあ、ちょっとね小粒ではあるんですけれどもまあでもいいでしょうあのね小さな袋で4個も取れればでこちらにあるのがプランターのホーム玉ねぎこっちの方がねやっぱ実は大きいんですけど、まあ、そもそも植えている個数が少ないですし土の量も多かったので まあ、それを考えたらこのね袋栽培の方も全然あの負けてないというかもっとね実を大きくしたければ植える数を減らしたりとか袋のサイズを大きくすればいいだけなので全然実を取りしてないんじゃないかなと思います、はい。というわけで今回はホーム玉ねぎを袋栽培で育てる方法そのね収穫の様子をご紹介しました。 こんな感じでホーム玉ねぎは育てるのが簡単ですで、しかも袋栽培はすごく簡単な育て方ですなのでその2つを組み合わせるとめちゃくちゃ簡単に野菜が育てられます家庭菜園初心者の人も真似しやすいと思いますのでぜひ挑戦してみてください他にもね、いろんな野菜が袋で栽培できるのでそのね他の動画もぜひ見てみてくださいトマトとかナスとか ズッキーニとか唐辛子とかねいろんな野菜が栽培できますでは今回の動画が面白かった役に立ったと思ったらぜひいいねよろしくお願いします質問や動画のリクエストがある人は下のコメント欄に書いてくださいこれからも農業や家庭菜園観葉植物などいろいろな動画をアップしていきますぜひチャンネル登録よろしくお願いしますでは次の動画で会いましょうではまたはい。 実はですねこの動画の中で皆さんにお伝えできていないことがありますそれは何かと言いますと匂いです私は今玉ねぎを収穫しましたなのでこの部屋はすごく玉ねぎ臭くなってますこれ根っこから出てるのかな葉っぱから出てるのかな めちゃゃくちち玉ねぎの匂いがします <laughs> ちょっとねこの辺の汚い葉っぱとか虫ったのでそのせいかなえこれかなあこれからもするわあ根っこからもしてますねもうめっちゃ玉ねぎ臭がしてます別に目にしみるとかはないんですけどあなんか言ったら目にしみるような気がしてきたちょっとわかんないですけどすごい匂いに包まれてますななかなかねこの匂いって動画で 伝えられなないいじゃないですかもしかしたらあと10年とかしたら匂いもねあの動画とか写真とか、まあ、そういうなんか技術で伝えられるのかもしれないんですけど、まあ、今のところ匂いは伝えられないので残念なんですがすすごいい玉ねぎの匂いがしますでもねこれがかげるっていうのも家庭菜園の楽しみかもしれないですね。 ね、あのスーパーで売ってる玉ねぎ買ってもそこまで玉ねぎ臭って感じないと思うので、はい、この匂いも一緒にあの楽しんでいこうと思いますではまた。